なぞなぞ。第一問7と9の間にいる虫は何ヒント。7と9の間は8。第二問来年天才になれるのは何歳の子供ヒント。天才の点は日本語じゃない。英語です。 第3問池の中に誰かが落ちました男の子女の子ヒント池の中に落ちた音はオノマトペで第4問体の中にあるレストランは何ヒント体の中のレストランレストランは日本語で 第5問。夜にだけ使われるキッチン道具は何ヒント。夜は他の言葉で。第6問。どんなに暑くても火のそばにいる動物は何ヒント。火のそば。そばは他の言葉で。第7問。 大きくないけど、小さくもないうちに住んでいる動物はにヒント、のの第問かをいいている人はどんな性格ヒント、ま中に500個。 後ろに500個積んでる。船はどんな船？ヒント 500+500 500は1000。1000のスイカ。第10問家を建てるはずなのに建てられなかった。人が代わりに建てたものは何？ヒント決めていたことができなかったらどう感じる？ では答え合わせをしましょう7と9の間にいる虫は 8, です8は7と9の間来年天才になれる子供は9歳10歳の10は英語で10「天」。 池の中に落ちた子は男の子。男の子他の言葉でぼっちゃん。池の中に落ちる音はオノマトペでぼっちゃん。体の中にあるレストランは食堂。レストランは日本語で食堂。食べ物が通る道も食堂。 夜にだけ使われるキッチン道具は。夜間。夜は夜間とも言います。どんなに暑くても、日のそばにいる動物は。ひよこ。日の日よこ。ひよこ。大きくないけど。 小さくもないうちに住んでいる動物はネズミネズミの鳴き声はチュー豆の中に字を書いてる人の性格は真面目。豆の中に字真面目。スイカを前に五百個、後ろに五百個 んでる船は潜水艦のいえをたてるはずなのにたてられなかったひとがかわりにたてたものははらをたてたたてたたてた。立てた立てた